皆さんこんにちは、ファミツアップのアグノです。そして大河桜です。そしてウルキタです。お願いします。お願いします。さあ新環境始まりまして、はい、1日が経過しております。はい、その中で僕のおすすめするデッキはこちら、でんアーカスネクロマンサー。きたー。おアーカスか、ネクロマンサー、はい、もう、はい、てかネクロマンサーってクラスがビショップに対してもう全然勝てないから、うん、もう全然使われてなかったんですけど、はい、ここでビショップ天候がね流されたんで、はい、ネクロマンサーできましたよこれ。おなるほど。はい、これはどういうデッキなんですか。はい、まあ勝ち筋としてはアーカスから展開していって、うん、8、9とゴーストでやり過ごしてこのフェイですね。はいはいはい、新レジェンズ、こいつでもう一気に OTK 決めてやろうっていうデッキです。なるほどなるほど。はい、このデッキですと、はい、このエフェメラを絡めると、はいはい、最大22点が出ます。おお、すごいことになる。ミコスフェリエフェメラ、はいはいはい、バイブカハっていう手段もあるんですけど、エフェメラの方がねその8ターン目9ターン目、うん、エフメラを展開して2コストであったり3コストであったりすると、うん、かなり盤面処理もしやすい、うん、さらにリーサルも近づくっていうことで、うん、エフメラを、採用しておりますと。あと、目につくカードといえば、あとこれビッグソウルハンターですね、うん、これちょっと珍しいなと思うんですけど、この時ネクロマンスあんま使わないんですよ、うんうんうん、もうヘクターがないんで、マックスヘクターがないんで、うんうんうん、ネクロマンスを使う手段としてこのカード結構感触が良かったんですよね。体力5以上って何見てるんですか。やっぱロゴミスか。攻撃力、うん、攻撃力5以上はなんか明確な、うん、5以上のフォロワーがいるってことじゃないんですけど進化後フォロワーを取れるっていうのが大きいですね、まあ、大体の、うん、大体表情スタッツですからね、うん、進化を切らずに、まあ、アーカスの展開するターンがやっぱり、はい、まあ、こいつ自体はバニラなんで使いづらいんで、はいはい、ここまで進化残しておきたいんですよ、うん、ということでビッグソウルハンターが除去としてかなり有効でしたね、うん、はい、進化権大事ですもんね、うん、アーカスメイクロアイシャとかは入れないですか。そうですね、もうこれはフェリーだけで十分にフィニッシュが出るので、もう全然今回は大丈夫ですと。はい、はい、どうですか最悪の仕様は。はい、最悪の仕様は、まあ、このカード消滅があるクラスにはあんまり強くないんですけど、うんうん、対ロイヤルでめっちゃ強いですね。止まらないですよね、はい、ロイヤルが環境トップになると読んでいるんで、まあ、現にランクマッチでも非常に多いですし、はいはいはい、消滅がないクラス盤面で戦ってくるクラスに対して最悪の仕様、うん、強いということで、まあ、もしワルツで、まあ、ジョーカーのセダンとか取られたとしても、あ、もう全然言ってくれるなら4コスト5コスト交換ですし、うんうん、ゴチですね、うん、はい、という感じで、うん、はい、って感じですね。ランクマッチいっちゃいますか、はい、実際にごめんなさい回していきましょう。よろしくお願いします。お願いします、 いしますはい、やっていきましょう。お相手もネクロマンサー、やっぱり ね今熱いクラスですよ。なるほど。これマリガンは、マリガンはまあレディグリーンに進化を切っていきたいんで、ってなるとちょっと2コスト1、2が不安なんで、ここは流しますと。ピクセルハンターもミラーはあんまり有効じゃないかなってことで、おー、ベルヌス復活いいですね。うん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 、なるほど。アーカスって取ってきます、基本1枚とか。絶対キープです。絶対キープ、あれがないと何もできない、このデッキは。なるほど。ゴブリン、さあゴブリン強いよ、戦士ゴブリン。アーカスを引いていく、発はそうきますね。先に先一ゴブリンされたんですけど、実はこのデッキってアグロデッキにめっちゃ強いんですよ。おお、やっぱレディグレー、レディグレーで2体展開プラスドレインがありますし、さらにセレスが強い。うん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 、まあ、アグロデッキに対して強いカードといえばやはりセレス。まあ、でも相手もこれはアーカスが可能性高い、ね、で一気にこれはアーカスですね。これはアーカス、どちらが先に OTK 決めるか。あいつが先行だ。やっぱそうなると先行有利なんだよな、うん、でもこっちパーツしっかり揃ってますからね。うんうん、エフェメラも来てますし、あとは顔来てくれる、ペリーぐらいですね、来てるの。さあ、うん、ここはペリーも言ったら全て揃ったら行く。あとは瞬間から、あとは取ろうから。2枚目はいらないですね絶対いらないです。
ここ2、2を取るのか、1、2を取るのか。どっちがいいんだこれ。これなら1、2を取ってしまうが、ノータイムで。これ、まあ普通に考えたら1、2取るのがいいんですけど、順心を守れる、はい、2、2で上から順心取られる可能性があって、次もレディグレーでちょっと、うん、ベリンスの当たりどころによっては結構破産する可能性がありますね。うん、2、2取れば、うん、そうそう、盤面でこれ、うん、良さそうですね。うん、良かったのかなこれ。ちょっと難しいですね。むずいですねこれ。さあ、うん、まあ、こっちが悪いかな。2、2、2、1で残ったまま放置されるのはきついんで。顔に来ると、おなんかすごい完全になんか似てますね。ミラーですね。ここでこれはもうレディグレイの置き所さん、レディグレイ行きましょう。おこれが強すぎる本当にやってることおかしい、うん、これすごいっすよね、うん、普通に進化で 2-2 出すだけでもう十分なんですよ、うん、普通に考えたら、うん、十分進化剣を行使するフォロワーとして強いんですけど、なぜか3回復するっていう。もうフローラルセンサーもびっくりですね。スイートバンパイアもびっくりする、うん、そんで一番びっくりびっくりしてえっ、ー、って私何も考えないよ進化したって思ったと思う。びっくりすぎでしょ本当に。これは相打ちですね。これエフェメラも置けちゃう。これあでもエフェメラ、エフェメラ奥まである、ありそう。うんうんうん、もう分散を狙っていくが、おあいいね、これはいい当たりどころさん。じゃあエフェメラを置くのはちょっとテンポロスですかね。せっかくボート取ってる、こっちがボート取ってるんで、うん、ゴブリンイーターからまず入りますかね。あ、いい、いい、いい、3枚目、いい、いい、アンドレ・アルフスもあると。うん、アンドレに進化切る必要あんまないなって思うのと、うん、アンドレにベレヌスの当たったら時がかなり辛いんで、ベレヌス進化、うん、イーター進化か、こっちがいいですね。これでかなりボードが、いやもう普通にアーカスじゃなくてもいけそうな感じ。うん、ビーフレやばいな。気づいたら半回気づいたら体力が逆転しているなんていうことだこれは。これ都合のブラックスワンオディールはい、いやぶっ刺されたアーセール。いやこれ本当に似てるな、デッキこれが強いんだ本当。エディグレお互いアルフス、よし回復し合っていく。あ、てかアルフス確定か。んベレンス、ベレンス、あとレディグレイもありましたね。とかじゃあかなり良かったのか。よし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 、さあ歌いても来る久々だなこのネクロミラーのこの細かい小競り久々にやるぞこれなんだこれ正解。いやいろいろありますね、まあ、フェリーは絶対取っておきたいですからね。ちょっと聞いたくないですね。で純真もちょっと3コストなんでくっつき悪い。222でいきたいから、あまずはうん、どうだ。さあこれ難しいですね。めっちゃむずい。まあとりあえずレディグレイになんかグリーンスター取ったりとか。なんかエフェメラすごいなんか丸そうなんだよな、微妙なのかな。ここでエフェメラ、確かになんか他のタック全部弱いですからね、うん、なんか1、3取れるし、うんうん、ちょっと気持ちよくなりそう。エフェメラ確かに、あーでもちょっと全処理ができなくなるのが確かに確かに微妙かな。うわ、絶対わかんねえこれ。むずい。さあゆっくり考えてください。ちょっと絶対わかんねえうわ、まあ、ちょっと俺なんかベレヌスのラストワードでなんかいい感じに当てたいなのやっぱ。やばい、わからん。すいません、わかんないです。今適当にいきます。まあまあ、まあ、これで回していくのがあれで。さあ、わかんないです、わかんないです。ああ、ちょっと時間ここ時間ぐらいに適当にいきます。そうだな、こうなった適当になった時でも、もういい感じ。いや、しっかりこれはでかい。
ファイナリストやばい素晴らしいね今の判断は素晴らしい。全然意味わかんない。俺だったら多分ゴースト消えてたもんでもね、バックからでしょさあ、相手は先にアーカスを出してきた。ただもう進化系ないですかね。こっちも即アーカスで。即アーカス早くさあ、2人まで先行に向きましたね。マイルターンのタイムロストをここでやっていく。さあ、これもう相手処理に回るしかないですね、こうなると。そうですね、その間にこっちはエフェメラプラス純真とかで詰めれるんで、もうボードの、試合にはならないです、うん、はい、プラン、ね、2枚引き回ってさあ、これアーカス出た後だとさ、あの下僕出た瞬間消えちゃうんだよね。あ、そうですね、うん、あのエンハンスでネクロマンスが発動して破壊されて、しかも3コスト以下じゃないから本当破壊されるんですよ。破壊されて終わるっていう。ゼロコストだから。コストが、あ、ゼロコストだから。あいつゼロコストだから破壊されて終わっちゃうんですよ、あいつ。悲しい。そこ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 、4位だらけのホールが、ベイ、あ、捨ててきた。あ、いや、もういいんじゃない。持ってても意味ないからネクロマンスはもうどうせ使わないだろうとそういった意図が見られましたね。あー、やってしまった。あ、そこなんすよね。あ、これがエフェメラの強いところ。強いな、この女。もう潜伏なんで取れない。陰キャなんでね。陰キャ取れないでしょ。あと陰キャを取る手段ないですよ、ね、多分ないですね。死者もネクラス神もないですからね。死滅のキリとか入ってないよね。死滅のキリだけか。まあ、がなければまあまあなかなかあんま入ってない。おお、高校ですが、すげえまくりましたね。はい、見事。さて、はい、ワイツさん、ネメシス。おっ、先行フィニッシュターンが9に置かれてる可能性が高いですが、うんうん、まあ、こっち回復が多いんでね、その回復でリサルターンをずらしていければっていうところですね、はいはい、アーカスは絶対キープなんですけど、はい、先行なんでちょっと純真欲しいかなと思うんですよね。消滅がちょっと怖いですよね、うん、スイカワーリー、スイカワーリーだけが怖いです、うん、まあ一度はそれでもできますからね、まあ、ただ3ターン目のタクとしてもハンドローあります、うん、アーカスをキープする分ちょっとハンドの枠が一つなくなるんでキープしていきます。よし、お、しっかり2コスト、2コスト多いんでね、しまりましたね。フェリーは2枚でしたっけ、入ってるの。フェリーは2枚です、うんうん、10ターンまで1枚引ければいいっていう感じですね、うんうん、10ターン目以外ほんとただの222ファイターなんで。ファイターですね。でも結構エフェメラ入れてますと、はい、フェリーの OTK あんま決まるとこがないっていう、うん、それなくても十分、なくてもエフェメラだけでイーサル取れるんで2枚でいいかなって感じですね。人形ネメシスですね。中心何を引いてくるか。ここはビッグソウルハンターロボミを倒せる。ロボミを倒せる。ロボミ倒せるのでかいっす。ロボミキラー来ましたね。ロボミ役ターンでもアーカスか。あー嫌だ、それを止まらないと。あ、2-2でもきつい。いやおお、2枚目フェリスか。これベルンすごい控え、うん、2枚目アーカスはいらない。さ、これ辛いぞ、あの21。確かに次相手進化もきますからね。ちょっとレディーグレイ引きに行きます。ないときつい。確かに、くーゴブリン、もう一回引きに行きます。もうこれ展開してもどうせ進化で取られるだけなんで、ここはドローしに行きます。よし、おー、来た、素晴らしい。これでフェリーが生まれるんですかね。フェリーですね、うんうん、これ調子乗って進化してくれれば。あ、死ねですね、うん、あ、弱いですね。オッケー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 。おー、セレスさん、セレブブできる。これセレブは待てそ う, どうなんだ。セレスをこれ取る手段がロココ、多分ロココしかない気がする。うん、あ、シロー進化。
あとはビクトリア。あービクトリア、ビクトリアでも進化。そうです、進化で相打ちなんで、そんなでもないですね、うん、まあロボミオ、そうかロボミオやったら出してますからね、絶対4持ってないから。確かに、じゃあ6個ぐらいですね、裏は。じゃあもうこれセレスの方が多分強そう。うん、よし、セレスさん。ああ、チコストどうしようかな、これ。谷にとっておくか。ああ、どうなんだろうな。なんかあんまよく意味もないけど、他の意味もないって感じだな。確かに。いきますか。さあ、5ターン目。セレスをしょれるか。ラッシュを来た。まあまあ。でしょこれ。まあ相打ちだし。何してんすか。しかもビッグソウル入ったこっちいるんで、ロゴミ全然怖くない。まあでもここからさらにどんどん回復していく。お、レディグレイ。ビッグソウルじゃないですか。大好きだね。エフェメラ結構ありだな。そうそう、ね、マジで。あのアーカスに進化取っておきたいっていうのはあるし。確かに確かに確かに取っておきたい。レディグレイ、レディグレイ、6ターン目のコタクだとレディグレイ展開すると、レディグレイとフェリーまでちょっと効いたくなっちゃうんですよね。確かに。そうするとちょっと OTK プランが見えにくくなったりする。3個スイカのフォロワーもできればそんなに使え。エフェメラ行くかこれ。ありっすね。これでスラワードル取れるし。私は知らない。よし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 。アーカスさえ安定着地しちゃえばね。この世界はよパチリス。あー、いや進化切らせた。これは切らせた。確かに。これは切らせた。エフェメラごときに。そうだってこれでアーカスを切るし。私の劇場へ幕が上がります。全然問題ない。こっちフェリーもいますからね。よしよしよし。あなたのための物語。こっからですよ。こっからこっからちょっとフェリーみたいですね。こっからですね。もう、はい、アーカスでね、一生盤面取れるんで。ロボミロボミロボミに対しての回答もありますからね。さようなら。ラワードブル。ノーシュっていいの？いいの？ない。8で今何枚入ってるの？これ。いっぱい。結構いますね。でも2枚とか3枚。3枚も。さあ。まあ純真から見ますか。お、いいカード。セレスさんいいですね。はい、でも進化ないし。セレス取れないんじゃないですかこれ。まあ取れるっちゃ取れる。あ、取れないか。セレス取るのは結構大変ですね。うん。ロコこうか。ここは全処理していいと思うんですけど。どうしようかな。また顔に行くか。セレス置くか、うん、せっかく盤面空いてるんでこのターンはちょっと攻める、攻めたいですね。削っときたい。怪物の私を殺して。あ、アンドルから入れてよかった。ドローが。さあ5点削っていく。盤面がね、はい、結構シビアになってくるんで攻めるときに攻めとかないと、うん。さあ、いよいよ相手はこれ何してくるんだろうな。アーカス来るかな。アーカスじゃない、あれあれ大きすぎる。似てる、似てる、確かに。あっちからアーカス来たらビビるの。さすがさあ、大きすぎましたね。絶望で満ちる。ああ、攻めるかも。これ、処理しきれんのかな、これ今、プランの前戻ってるし。4、3、2、0。いけんのかな、まあ、とりあえずビッグソウルハンターは確定で。
うん、で、まあ処理はできそうです、ね、あ、できて、あ、呪い、呪いも確定ですね。殺したくなっちゃうでしょ、肉。はいはい、余裕でできますね、これ余裕ですね。セレスまで展開したいけど、それは厳しいか。セレスまではできない。ああ、デーモンイーターでできる。いや、できないな。できないです。まあ、とりあえずデーモンイーター発動して、どうしますか。いや、ちょっと手順とかやっぱぐちゃぐちゃになりますね、これ慣れないと。難しいですね。難しい。勉強します。うん、ドローして、許さない。お、これ、お、ベレンス、あれ取れますね。何でも1点取るね。取ってからベレンスで、うん、いや、これでかいですよ、これ。これだとウーノが取れる。あ、そうです。あ、そうです。あ、ナイス。もうダメだ。もうダメだ。むずいわ。オッケーオッケーオッケー。そうだそうだそうだ。オッケーオッケーオッケー。結果オーライ、結果オーライ、結果オーライ。さあ、残り相手3枚でしょ。これ、次 OTK あるか。あ、1、2、3、でもノア、あれがノア、いやちょっとバフが乗らないからダメですね。相手もこれ出ないっしょ。9点ですかね、次は。うん、プリでも。私が生きる。さあ、次のノアで準備やめて。ノアでやっちまうぞと。あー、エフメラ、ダメか。デーモンイーターからとりあえず入りますか。はい。いや、これめっちゃ難しい。ナシさんが細かいプレイだし。ヘリさんとかも揺られちゃった。ここで引けば。怖いか。ん？これで。あれ？リーサル？あ、そっか。これ早々に回できないからダメなのか。できないか。9点ですかね、マックス。あードローから見る、ドローから見る。むずこのデッキ、めっちゃむずい。セレス展開しない。あー、まあでもドローからでいいか。もうでもこれノア持ってたら負けなんで、ですよね。3枚行かれたから、そうですね、4点回復しても負けですよね。あ、でも大きすの線があるからすぐ展開したいな。大きすだと6点。難しいね、これ。これで残り9点ならペリだけでいけると。うん、そうですね。さあ、どうなるか。さあ、ノアだと11プラス1されちゃう。はい、それでは。はい、ありがとうございました。いやー、惜しかった。エフェメラ切らなかったらカットとかあったんですかね、この試合。どうなんですかね、もうフェイ投げちゃってみたいな。確かにね、ここは結構タクありそうでしたね。あったかもしれない。お見事。さあ、ということでやってきたわけなんですけども、まあ、難しい、うん、難しいですね。難しいけどポテンシャルを最大に引き出せばかなり強そうなデッキだということはね、分かっていただきたいと思います。いや、見ててこんな難しいデッキだと思わなかったですね。すごい面白そうでした。やはり、まあ、ビショップがねいなくなったこの環境、ネクロ、はい、僕もね、うん、注目していきたいと思うんで、皆さんも使ってみてください。ぜひぜひ。はい、チャンネル登録もお願いします。よろしくお願いします。それではバイ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 。